東京オリンピック五輪代表入りの可能性を残す渋野日向子22サントリーは1バーディー5ボギーの76で回り4オーバーでホールアウトしたホールアウト時点で96位逆転での東京五輪代表入りには今大会で最低でも単独5位以上の成績が必要な中大きく出遅れた オールアウト後の一問一答は以下の通り、第一ラウンドを振り返って、渋野ひな子もどうしようもならなかったというか、本当にショットがすごい曲がって、フェアウェイキープもすごい悪かったので、すべてにおいて残念だったなという感じです。フェアウェイの狭い6、8番などは良いショットも出ていた。渋野ひな子今日は全体的に、 自分が思ったよりも飛んでいたので、入るはずのないバンカーに入っちゃったりとか、8番とかもそうだったので、すごい、あれという感じではあった。前半は、ちょっと曲がってしまう場面があった中で、後半は風と仲良くなりすぎて、曲がっていっちゃうという感じのが多かったので、そこは明日、第2ラウンドしっかりと修正できるようにしたい。風も横風や、 吹いたり止んだりと難しかったのでは、渋野日向子グリーンが止まるとはいえ、縦距離の合わないことがかなり多かったので、それも風の影響だったりすると思いますし、それ以前の問題でもあると思うので、そこは明日もっと頑張りたいなと思います。今週入れている6番ユーティリティを多用していたが、感覚は渋野日向子感触は悪くないんですけど、 今日は本当に勝負どころというか、左ピンの時に引っ掛けることが多かったので、そこで頑張る必要ないのにな、っていうところで頑張ってしまうのもあった。それでもよく4番のパーさんとかはギリギリ耐えてくれていましたし、球もかなり高く上がるのですごく安心感があって、すごく振りやすかったです。グリーン上は午後だと難しくなっていたのでは 渋野ひな子1ホール3パットをしてしまってかなり悔しいところはあったんですけどそんなにラインは間違えていなかったかなと思うあとは読みをもっとスライスラインは右に外すことが多かったので明日はそれを頭に入れて大きく読むとかそういう修正をしていけたらいいかなと思います今週のテーマは割り切ると言っていたが渋野ひな子まあ かなり悔しい場面は多かったですけど、すぐに切り替えてできていたんじゃないかなとは思う。それはこれからも続けていけるように、それを結果に結びつけられるようになっていけたらいいなと思います。午後スタートの選手は伸ばせなかったので、午前スタートとなる第2ラウンドはチャンスもある。渋野ひな子悪いところもたくさんありましたけど、前回の US 全米女子オープンよりは、 パッティングの感じはすごく良くなってきているので、それが明日入ってくれれば、スコアにもつながると思う。そこに期待しつつ、あとはショットをもう少し、攻めるところは攻めて、割り切るところは割り切って、守りに入って、というゴルフが、明日はできるように頑張りたいと思います。数と仲良くなりすぎて、渋野ひな子は初日、76。 五輪逆転内定を狙う最終戦でで遅れ、全米女子プロ選手権。現地時間6月24日、五輪出場権をかけた最後の大会となる、米女子ツアーのメジャー第3戦、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権。米ジョージア州、アトランタアスレチッククラブが開幕。代表入りの可能性を残す。 渋野ひな子は4オーバーでホールアウトし、暫定94位タイとしている。国内ツアーを戦う稲見萌康氏、古江彩香を五輪ランクで逆転するには、単独5位以内が最低条件となる渋野ひな子。インからスタートしたこの日は、11番でボギーが先行すると、続く12番でバウンスバックを決める。 しかし、その後は、14、16、1、6番と交代が続き、1バード以後ボギーの76でフィニッシュとなった。ホールアウト後には、ショットが曲がって、フェアウェイキープも悪かったので、すべてにおいて、残念だったなという感じと、ラウンドを総括。後半は風と仲良くなりすぎて、ショットが曲がっていっちゃうの場面が多かったので、 明日はしっかり修正できるようにしたいと、その内容を振り返っている。一方、パッティングはスライスラインを右に外すことが多かったので、明日はそれを頭に入れて修正していけたらとコメント。かなり悔しい場面は多かったんですけど、すぐに切り替えてできていたんじゃないかなと思う。それはこれから続けられるように、それが結果に結びつけられるようになっていけたらと、 明日へ向けて前を向いた。現時点での首位は5アンダーで発信したリゼットサラス、米国。日本からは渋野雛子の他に3選手が出場しており、佐藤ゆかが1オーバー、畑岡奈紗が3オーバー、上原綾子が4オーバーで第2ラウンドへと進んでいる。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。